くん、やさぐれ姉妹さんも完全に番宣してますけど、素晴らしいですよ。営業なんですか、営業。営業連れてこられます。もう営業、全然やってください、やってください、ほんまに。面白いわ、この姉妹。自由奔放にさせてもらってます。それでいいんですよ、僕も自由奔放なんで、はい。行きましょう。いただきます。いただいてください。山寺です。あのね、今日はねホルモンクラブさん、ちょっと初めて来ました。でもね、初めての撮影許可をいただいたんです、山寺はね。ということで、この初のお店に行きたいと思います。それもやさぐれ姉妹さんと行きますよ。今からちょっと行ってきますわ。ホルモンクラブでホルモン堪能したいと思います。はいビールで、テキーラで。テキーラ、そんなんあるんですか。いや、あるんですか、ここ。マジであるんですか、テキーラ。すごいな。ほんまにテキーラだもん。結構前に、前に。やっぱテキーラ祭りかと思った。祭りあるやん。テキーラ祭り。テキーラ祭りみたいな感じですか。ありがとうございます、ほんまに。ここなんか、あの、日曜3時。ここお姉さん、あれやね、ホルモンクラブいうぐらいから、やっぱホルモンが。あ、そうですね。充実してる。あのまだほら、なんていうのこれ、あの乾杯、乾杯にしましょう、乾杯しましょう。おね、あの、はい、あ、入れましょうか。いったん入れていいですか、大丈夫ですか。ゆっぴさんの飲むやつを山寺さんが入れてくれて、私が持っている。もうそうおかしい感じですけど。すいません、私が飲むやつ。おいお、いいじゃないですか、いいじゃないですか、これでいきましょうか。はい、とりあえずお疲れ様です、皆さんね。乾杯、乾杯、乾杯。美味しいわ、麦水。お姉さん、早速何やってるんですか。これはシレタ油とネギを。あ、地で油、油っていうのはキク油のこと、はい、ああ、めっちゃ美味しいやつやん、それ。しかもネギまで入ってて。ネギが入ってるって。ネギを、ね、これ絶対好きですよ、ネギはいいですよ。ほら、このままこれお兄さんのやつ。そうです、特別注文。お兄さん、あれですか、いつもこれ。地でとキク油とネギ。その日によって食べるもん変わりますね。ちなみにその中でもおすすめは。おすすめとかね、ここはあのジビエコーナーでアホみたいなことやってるんですけどまあその中で僕ヤギ汁結構好きなんです。お料充実してますよね。めちゃめちゃ充実。単に多分ここの常連がガーガー強いだけやね。まあまあ、それでも塩にしてもこれだけ塩があってすごいよ。他にも自分の好みのね、うん、そう主張が強い。いや、ほんま主張が強いわ。主張が強い。面白い。面白い。でもこれはあれですよね。みんな使っても大丈夫。あ、全然。それで今はホルモン焼いていただいてるという感じですかね。はい、まあ、いい香りしてるわ、この時点で。すごい。うん。生姜の、あ、確かに。この感じのって初めてよな。生姜の感じが効いてる。こちら、ホルモンですわ、190円で。これにちょっとね、ピリッと、これ氷西の辛口って、これ何やろ。ちょっとこっちパラパラとかけてみますわ。辛口の一味、めっちゃなんか辛そうやね、これ。これはね、あの爪楊枝で食べるんですよ。何が、トマトが、あの、得意です。今出てきたんかと。美味しいわ。うん、自分が好きなこのね、また
唐辛子も美味しいわ。ワンフレーズ、うん、ワンフレーズだけ、ワンフレーズだけいただきます。言われた、恥ずかしいな。アカペラでそんな歌えるんですか。やば、すごくないですか。ね、ね、おもろいわ。西成あたりでは可愛いでしょ、可愛いでしょって思ってるんで。山寺はこのポーク卵はね、めちゃくちゃ気になるんですよ。なんか卵いったで。いったよ、これ1日4食限定やんね。はい、4食のうちの4分の1いったで。4分の1、これ4分の1ですか。はい、まだ出てくるの。まだ、あと2食分だけなら。一食息子が食います。息子さん。息子が一食食う。いや、これ絶対うまいですよ、これ。一個食べますか。僕二個食べきれへんから、一個いっときます。いいですか。いいですよ。僕これもう手でいきますんで、ちょっとこれいきますんで食べてください。もうあと一個どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。これめっちゃ、これ分厚、なんか思ったより分厚いわ。しっかりしてる。しっかりしてるよ。じゃあ、いただきます。いただいてください。ん？なんかお、もち米みたいな感じの、うんうんうん、ね、うんうん、お米の粒が一つ一つ、うん、なんかしっかり、うん、細かい、しっかりしてる、うん、あ、美味しいわ。これはこんなん食べたら飲まれへんちゃう？米に走ってまう。走ってまうへん、やば。僕はもうこれにあの、うわ、ホルモン、これおかず最強、はい、ありがとう。ホルモンと合う。これ、うん、お弁当に欲しい。ああ、わかりますわ。お昼ご飯に欲しい。これ一個で満足しますね。満足しますね。そら息子食べる。あ、食べる。息子食べる。息子食べる。おにぎらずみたいな感じや。中にパンが入ってて、おにぎらずよ、おにぎらず。僕はもうこれで、これ、ご飯を焼かないオムライスですね。うん。子供絶対好き。表現がいいわ。からの、こちら。匂いしてる。オムライスのこれ。オムライスのおにぎりバージョンですよね。そうですね。うん、でもね、本場のあのポーク卵はまた違うんですよ。私沖縄で食べてるやつはね。そうなんですか。これちょっとアレンジバージョンですね。気になる。気になるでしょ。気になります。これもめちゃめちゃ美味しい。これも美味しい、美味しい、美味しい。これはもう家庭に、家庭で簡単に、あ、そう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 、できる。そうだと思います。おにぎらずバージョンポーク卵ね。うん。こちら、ハツとね、小袋ですわ。ミックスしてもらいました。これ多分小袋ちゃうかな。あの匂ってたさ、香りのさ、タレ感あるやん。小袋。小袋。うん。おいしい。臭みがね、一切なくて、あの、なんかコリコリしてんの。で、タレもね、しっかりしてて、やばい。この音でわかるでしょ。これね、カニカマ3本っていうの注文したけど、ほんまにね、賞味カニカマ3本160円。これもですね、こういうメニュー意外とね、この酒飲みにはね、あの嬉しいんですよ。これ下の方が揺れてくるもんね。でも姉がおるからこれくらいして全然です。あ、そうなの。お姉ちゃん、お姉ちゃんって言ったら、ガーン。いやいやいや、おやおやが、お姉ちゃん、お姉ちゃんってなって、下の子らは、なんで姉ちゃんばっかしやねん。あ、全然そういう感じ。あ、そうなの。お姉ちゃんじゃないし、カニカマ食べたらうまいわ。長男が一番やったから、全く違うな。あんたは弟やろ。うん、なんか山ではやっぱります。母親が長男兄やったからや。母ちゃんは
今年20これに倒しちゃったもん20 20… いやその分歳ね中盤ちょっと俺の方がいい3、あら3、2がちょっと早いかなくらいの感じなんですよ。ちょっと離れてる感じですね。柴田さんはきっと若いお姉ちゃんそれは知らんけどね柴田ちゃん何気なくそのキュウリで一本漬けなんか頼んでません。やつは、はい。これふわふわ。マリリンモレロ。マリリンになってる。からのキュウリ。美味しいですか？ナッツ。ナッツ、あ、ナッツね。ナッツからそれハイボールですか？ハイボール、もう夏、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 ここ夏。いい感じで踊れました。ノリノリ、ノリノリですよ。夏の感じでふわふわしてるやろ。はい、今日はですね、ホルモンクラブさんで、飲み食べしましたけどね、もうやさぐれ姉妹さん最高でした。めちゃくちゃ面白かったわ。今日は2軒はしごをさせてもらったんですけども、すごくね真面目に飲んでられるというか、もうお酒が好きない、お酒が好きな2人だと思いますわ。お酒が好き、本当にお酒をこよなく愛してるお二人なんでね、今後ともよろしくお願いいたしますわ。またね概要欄に、リンク先貼ってますんで、やさぐれ姉妹さんぜひぜひ、多分ね僕を追い越すと思います。これ僕の、いやこれ僕の予想で間違いないですよ。今までもう名前は言いませんけど、本当に追い越す方やと思います。追い越せるように頑張ります。追い越してください、ぜひ追い越してほしいです。ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.